はい、皆さん、松原バッパー翔太でございます。今日はですね、皆さん、秋田県の田沢湖に来ております。ここがですね、日本一深い、湖ということで、まあ、で、まあ、今回なんですけど、天気がね、ちょっと曖昧です。晴れたり曇ったり雨降ったりっていう感じなんですけど、この辺にはですね、雲の上に隠れた温泉街があって、その温泉街には一般人が知らない温泉があるっていうのはちょっと聞いたんで、最近バッパー翔太チャンネルも温泉尽くしですよ。うん、そうですね。はい、まあ、それぐらい東北はですね、温泉がめちゃめちゃたくさんあって、もう人中の人がたくさんあるということで、まあ、温泉攻めてるんですけど、今日もまたその人中の人を目指してね、雲の上、標高 800m 以上あるらしいんですけど、そこにね、行きたいなと思います。多分 800m 以上やからめちゃめちゃ寒いかもしれないです。もうジャケット必要、ジャケットも必要です。はい、まあそんな感じで今日もやっていきますか。 OK、 はい、ということで行きます。行きましょう。綺麗ですね、田沢湖。後で泳げます。日本一深い湖で泳いでください。ルース沈んでください。めっちゃ冷たい。湯から3回多分0度。何メートルあるんやろな、深さ。わからない。400メートルぐらいあるんかな。ほんまに分からないです。多分後でチェックします。エディティングの時皆さんチェックするんで。大きい、小さい、ちょっと小さそう。うん、地図で見た感じ小さそうやったけど大きいな。十和田湖よりでも色めっちゃ青い。ほんまに真ん中。覚えてる、北海道行った時、いろいろ感じる、湖の近く温泉ありました。はい、ディクロン。湖なんか見たらやっぱ北海道思い出してしまうのは何か分からんけど、はい、お、キャンピングカー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 、え、え、虫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 、ブルースの必殺技、虫、Your favorite thing、虫、はい、虫、はい、虫。ということで、だいぶ上に上がってきたんですけど、この辺はスキーリゾートで、冬はスキーができるとこみたいです。まだまだ上がりますよ。雪多分もうすぐですね。もうすぐ雪でさ、この辺も多分一体雪になると思います。紅葉シーズン真っ只中ですね。はい、ということで温泉街行く途中に皆さん寄ってみました。ちょっと何の滝かちょっと名前はわからないんですけど、素晴らしい滝が2本生えております。マイナスイオンたっぷりなんで、皆さんまたぜひ寄ってみてください。ナイスの？ゆきさん、紅葉してる人。はい、この辺紅葉もできてきてます。はい。標高が上がってくれば上がってくるほどオレンジパラダイスです。ハイアップになったらめっちゃ綺麗。いや、あそこやばい。紅葉ピーク。うわあ、オレンジパラダイス皆さん見えますか？もう山が真っ赤っかです。いろんなところで湯気が上がってます。温泉がいろんなところで湧いてるのだと思います。田沢湖から3人を走らせて約30分、やってきたのは雲の上に隠れた温泉街、乳頭温泉郷です。はい、ということで皆さん着きました。ここがですね、乳頭温泉郷なんですけど、まあ、400年以上の歴史があるらしくて、まあ、乳頭温泉郷というのは、ここが鶴の湯というところらしくて、7つの温泉郷が温泉が集まって乳頭温泉郷というらしいです。
でここの温泉鶴の湯温泉が一番古いらしくて、日本で一番人気な温泉宿って言われてるらしいです。予約も一番取りづらいらしいです。そう、多分1 month 2 month めっちゃアドバンスで取らないと予約も取れない温泉宿らしいです。まあ、日帰り温泉はちょっと行けるかどうかわからないんですけど、まあ昔マタギの人が鍛冶屋としてなんか傷を癒したりするのに使ってた温泉らしいです。てこさん、建物どうですか？綺麗、めっちゃ綺麗。うん、白川郷みたいな。そうやね。ちなみにもし滞在すると宿はこんな感じですね。めっちゃいい感じです。はい、ということで、ちなみにここの鶴の湯温泉なんですけど、日帰り温泉600円ということで、まあこれからまた後からもしかしたら来るかもしれない。どうも、おるさん。600円いつも600円安いです、うん、はい。でもすぐ横に、露天風呂があって、女湯男湯って分かれてる感じで、まあちょっとしっかり見えたんですけど、めちゃめちゃ良さそうな、なんか泥の湯みたいな感じです。泥湯みたいな、中が見えないなんか白いクリームみたいなのしてるお湯でした。はい、で結構いろんなところに書いてあるのが、ゲストじゃないと入れないところがあります。日帰り温泉だと入れない、ゲストオンリーしか入れない場所が結構いっぱいあります。1泊なんもないやろね。オンラインチェックします。ちょっと編集の時またチェックするんで、また皆さん見てください。これぐらいの値段です。何があれですか、一番おすすめですか？まんじゅう。まんじゅう。まんじゅうらしいですよ。まんじゅう。まんじゅう、はい。まだじゃあ、まんじゅう一つお願いします。はい、これね、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみ。はい。すごい。Okay。 今日めっちゃ寒い。で、この近くには、黒湯温泉っていうもう一つの温泉があるらしくて、あ、お寿司さんに戻そうと思った。OK、OK。黒湯温泉。黒湯温泉が僕いっぱい旅してて、いろんな人に聞いたら一番いいって聞いたんで、鶴の湯もいいけど黒湯温泉行ってみてくださいということで、ちょっと今から黒湯温泉に行きたいなと思います。おお、すみません。こんな感じ。あんこは結構薄そうです。どう？うん。もちもちやな、これ。おー、美味しい。べーもちもち。うん。で、現在、標高 800m ということで、雲の上です。うん。めっちゃ寒い。寒い、めっちゃ寒い。今何度や？今12時で、13度。寒いです。うん。でも紅葉はすごいです。こう上に上がっていけば行くほど、紅葉パラダイス。どうも。はい。うん。すごいです、皆さん。今日はちなみに10月19日です。はい。うん、はい。10月19日目指して、皆さんもしよかったら来てください、来年とか。はい。来年になりますか。まあ、ということで、目指していきますか。黒湯温泉、次。はい。ボスキー、ちょっと車検大丈夫ですか。はい、次の湯には別館もあります。ここは山の宿なんですけど、ルースさん見た感じで、オンラインで見た感じでルースさん一番好きらしいですよ、ここ。はい、一番、もしなんちゅう一泊、予約したら、ここしたい。多分ここ一番良さそう。はい、ショタン、もうすぐ私の誕生日。多分ここ黒湯温泉に行く道が多分一番綺麗と思う。どうも。紅葉タナル。紅葉トンネル。紅葉ナチュラルタナル。めっちゃ綺麗。これ超綺麗。わー。正直今日私のお気に入りです。あ、そうですか。はい、はい、北海道とかやったら結構山の途中とかに緑とかあったりしたんですけど、この東北の山は緑が一切ない、もう全部赤。はい、うん、ファイアーマウンテンみたいな。ファイアーマウンテン、イエー。はい、ということで皆さん、ここがですね、ニュート温泉最後の日と黒湯温泉なんですけど、まあ、旅人、いろんな旅人から聞いた話によると、この黒湯温泉がこのニュート温泉の中で一番いいって聞きました。まあ間違いなくめちゃめちゃいい温泉だと思うんですけど、今回は雲に隠れた温泉街にある一般人は知らない秘密の温泉ということで、
この裏にですね、めちゃめちゃでかい 1400m の乳頭山があるんですけど、そのどこかにまだ温泉があるっていう話を聞いたんで、それをね、ちょっと探しに行こうかなと思ってさ、ルースさん大丈夫ですか？面白いですね。はい、こっからがアドベンチャーでございます。ということで、一旦服着替えに3人帰りますか？オッケー。はい。はい、あとランチと、めっちゃお腹減ったんで。はい、オッケー。はい、ということで、それで行きたいなと思います。お昼はですね、ちょっとパーキングで、雑炊を作りたいなと思います。あまりのご飯があるので。今日は汁多めの雑炊です。ルース汁好きやから。はい。はい、ということで皆さん、ここが、エントランスです。ここから、秘密の温泉に向かって行きたいなと思います。はい。ということで、装備も完璧です。はい。OK。はい。で、最近これ使ってるんですけど、このトライポッドめちゃめちゃいいです。レオフォートさんのやつなんですけど、このカメラ、今使ってるメインカメラのソニーのやつも持てる、強度がある三脚です。おすすめです、皆さん。ついに僕、たどり着きました、このミニ三脚。求めてたやつ。今日初めの拝見、新しいカバンと一緒。新しいカバンと新しいミニ三脚と一緒に。はい。おー、いいですね。まあ、ということでいきますか。まあ、聞いた話によると、ここからだいたい40分か50分ぐらい歩いたら、その秘密の温泉があるということで、で、頂上まではだいたい2時間ぐらいかかるらしいです。だから半分ぐらいのところでその温泉があるみたいです。おお、なんか見た感じ、皆さん見てください。こんな感じで歩いていけるところがあります。今ハイキング始まってからまだ5分なんですけど、はい、OK、 ちょっと行ってみる。 OK、 yeahまあ、でも目的地は40分ぐらいって言ってたんで、もっと向こうなんだと思うんですけど、もう向こうの辺皆さん見てください。湯気が湧いてます。こっちもちょっと行ってみます。どんな感じか。こんな感じでピンクの旗もあります。おお、うわ、これもまだ温泉ですわ。温泉、はい、ということで皆さん見てください。黒湯温泉から歩いてきて5分でいきなり見ました。これ何ですか？ミルク温泉みたいな。白いミルキー温泉。お湯はでも30度ぐらいかな。ちょっとぬるい感じ。おお、結構ぬるいわ。ぬるい。であるロットブロック大丈夫。あー、でも気持ちいい。ベリーホット。こんな感じで泥がいっぱいあります。で、この泥の下からブク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 熱いのが湧いてます。なんで足が泥の下に入った時めちゃくちゃ熱い、やけどしそうなほど熱い。まあ、でもお湯は気持ちいい。おすすめですか？まあ、10点中6点かね。6点。いや、7点です。すみません。紅葉が綺麗で7点なんですけど、ちょっとお湯加減が難しい。上はめっちゃ冷たいし、下はめちゃめちゃホットプレートの方に熱いしみたいな感じですかね。はい、ルーサ残念、ルーサ入らんかったけど大丈夫。大丈夫。はい、次、多分次入ります。はい、今日絶対温泉入りたい。入りたい。はい、でも今青い、まあ、雨が降ってたんでね、ルーサ入らなかったんですけど、今日の天気なんかおかしいね。おかしい。晴れたり雨降ったり。でも今から晴れ、はい、晴れたり雨降ったり、ルーサーみたいですね。そうですね。OK、行きますか。はい。OK、行きます。そう、皆さん見てください。ハイキングの途中に見たんですけど、このウォーターパイプ。ということで、このパイプを通して黒湯温泉とかに行ってるって感じですね。ていうか、多分黒湯温泉とか温泉取ってるのはあんなとこです。あんな感じの川の横の、あそこの。湯気が出てるあそこから温泉モーター取って黒湯温泉まで引っ張ってってるって感じですかね。
びっくりした。僕が思ってたのは温泉の下からお湯が湧いてるのかなと思ってたんですけど、実はこういう感じでパイプで下っていってたんやなって感じです。はい、面白い。 You're telling the secrets. Sharing the secrets of the onsen. They don't want people to know. Yes. OK, ハイキングがまだまだ続きます。ハイキングの途中に差し掛かった橋です。でもこの橋が、皆さん見てください、あそこちゃんと足ついてないです。ということで、この橋もしかしたら落ちるかもしれない、ルンさん。 OK, I might go check it first. You wanna go first? Yeah. Okay. 大丈夫？めっちゃ怖いな。シェイキングしましたよ、めちゃめちゃ。大丈夫？はい、大丈夫です。ライト？どうだろうね。はい、ということで皆さん、結構ね、温泉の匂いがしてきました。見てください、あそこです。なんかあります。おー、何あれ？湯が上がってます。行きますか。おー、ついにやってまいりました。一般人は知らないと言われてた秘密の温泉でございます。良さそう、めっちゃプライベート。めっちゃプライベート。景色もめっちゃいいです。川の横にあって。紅葉、真っ只中、はい。ちょっとテンパチャーチェックね。うわ、温度はさっきのよりだいぶ暑い。そうですか、無理ですか。暑い。無理？分からん、無理かもしれない、ルーサー、特に。やばい。あ、でもこっちにホースがあります。ホースがあるんで、あ、多分水流れてます。はい、水流れてます。冷たい？めっちゃ冷たい、川の水だと思います。Oh, yes.横川なんで。いいと思います。これをじゃあ真ん中に置いて、ちょっと冷ますか、冷まかしますか。OK。ちょっとコールクールダウンして、それから入りたいなと思います。ここもなかなかの秘湯でございます。あ、結構浅い。おお。ああ、これはめちゃめちゃいい温度。温度最高。あ、40度は絶対あるね。あ、そうですか。いやー、これは最高やわ。そう、どうですか。自然の中すごい。はい。お湯は皆さんこんな感じで、下にはこんな感じのマーズがめちゃくちゃいっぱいあります。まあでもこれがいいソファーみたいになってどう思う？そう。何度ぐらいとも温度？全部同じ温度じゃない。はい、あ、暑いところと冷たいところがある。向こうの方もっと暑い。そうですか。うん、後で行きます。はい。多分41度どうですか？42やね、これは41度。40から42の間。はい。はい。もうはい、ちょっとはい、簡単。ハイクは結構簡単です。皆さん全然来れます、このハイキング。はい。あの橋がちょっと怖かったけど。ブリッジ、oh, yeah, yeah. ちょっとだけ、はい、ガタガタ、ちょっと怖かった、はい。これはもう10点中、皆さん言います、10点です、今回温泉。
この人っぷりとこの景色と Now Blue Sky 多分私も10点はい、ということでサニーボーイ帰ってきました。はい、お、帰りました。そう、どうでしたか今回の温泉は。最高でした。はい、40分ぐらい、はい、からでも楽しかった、はい、めっちゃ楽しかった。1時間ぐらいに楽しんでました。そうやね、あまりにも気持ちよかったので1時間ぐらい滞在しました。皆さん、この辺めっちゃおすすめ。はい、それからみんなチャンネル登録よろしくお願いいたします。赤いボタンポチポチポチ。嘘、最近めっちゃそれ言うやん、赤いボタンポチポチポチ。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。では、アディオース。